はい、皆さんこんにちは。今日はどんな魚でも煮付け、もう今日はたまたまこの魚を用意させてもらってますけど、もうどんな魚でも美味しく煮付けができる炊き方をやっていきたいと思います。今日はイシダイ、立派なイシダイを用意させてもらってます。調味料はね、おいおいやっていきたいと思います。じゃあイシダイの煮付けいきたいと思います。下処理をね、もう済んでます。鱗をかいてお腹の中を出してね、きれいに洗ったという状態です。これね、まあ、ちょっと後からお二人で食べれるようにもう半分ぐらいに切っていきましょうかね。よいしょよし、これ半分に切っていきましょうね。でこの辺にちょっとこう、よいしょよいしょよいしょ。今からやる霜降りと呼ばれる作業なんですけど、次にやるこの作業が一番大事です。通常のもうお水を沸かしましたというお湯です。沸いたらね、少し火を加減して、これぐらいのコトコトとボコ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 となってる必要はないと思います。ここにお魚を入れます。はい、こうして1、2、3ぐらいですかね。お水に落とします。よいしょよいしょ。でお水に落とします。霜降りすることによって、この表面にね、このぬるっとしたものが出てきます。スプーンとかお水の中でね、このヌルをね、こう取るんです。拭いきれてなかった細かい鱗とかもね、これでこう取るんです。時々こうちょっと手でこう確認しながらね、こうするんです。あんまり力いっぱいやるとね、皮が取れてしまいますので、そっとでね、いいです。そしてね、でお腹の中もこれもきれいに下処理してますので、きれいなんですけど、もしもお腹の中に何か残っていたら、この段階で取るんです。はい、こういう一手間をやるのとやらないのとでは全然違うんですね。よくね、もう魚の炊いたのとかはこう生臭いから嫌いだなみたいなお話をよく伺います。魚が生臭いんじゃないんです。やり方がちょっと違うのかなというところなんですね。で、まあ、ここまでで一応下処理が済んだという状況ですね。でここから煮付けの作業に入っていきたいと思います。お魚がこれだけですのに、なんか大きなね、お鍋に入れちゃうとね、余計な煮汁が必要になってきますからね。よいしょ。はい、まずこれお水が 300cc で、お酒ですね、お酒、これ 72cc。 ちょっと火をつけていきますね。で、お砂糖ですね、お砂糖、これ 46g。 そして、濃い口醤油ね、 72cc。 そしてですね、今日は生姜を入れていきたいと思いますので、もうこの煮付けの時の生姜はもう粗い千切り生姜で上等です。表面だけ、生姜のね、表面だけ洗って、もう皮付きのままで結構です。これね、こう入れていきましょう。沸いてくるまでは強火でいきましょう。で沸いてくると同時にね、アク、余計な汚れとか油分とかこう出てきますので、これを丁寧にすくいたいですね。あまり強火すぎるとアクがすくえませんので、ちょっとだけ火を緩めましょうかね。あまり緩めすぎてもダメです。これぐらいで、このタイミングでね、そこそこ丁寧にアクをすくっていないと、生臭みがもう中に入ってね、もう抜けないんですよ。
この最初の段階結構大事なんですよ。はい、ではちょっとこのまま書いていきましょうかね。ちょっと落とし蓋代わりにね、こういったあのアルミホイルなどをこう使ってですね、いけばいいですかね、家庭ではね。はい、ではこれでちょっと一時炊いていきましょう。今日はね、お豆腐を添え物でね、あしらいでね、ちょっと入れましょうかね。あのお豆腐ですから、最初からお鍋に入っているともうあの炊きすぎでね、もう酢が入っちゃって真っ黒毛に今度なります。なので、時間差でね入れたいんです。で、今ね結構いい感じになってきてます。これね、この辺りでお豆腐を入れますね。よいしょ。はい、こんな感じですね。はい、これでまたさらにちょっともう少し炊いていきましょう。さあどうですかね、そろそろ、よいしょ、炊けてきましたですね。おいしい、おいしい色になってきましたね。はい、ではここで火を止めます。このねお豆腐にはね、表面上にはあの色がねついてますけど、中まではしっかりは入ってないあのお豆腐らしさといいますかね、あのちゃんと残ってると思います。これをねあの最初から入れて炊きすぎちゃうとお豆腐が美味しくなくなりますからね。よし、ではこれをちょっと盛り付けの方に入っていきたいと思います。はい、では盛り付けていきたいと思います。よいしょ。よいしょ。これはだけどご飯も進みますけど、お酒がいいでしょうね。これはね、まあ、味付けに関しましてはですね、もう当然お好みがね あるかと思いますから、まあ、これをベースにねちょっと足したり引いたりしてもらったらいいんじゃないかなと思いますね。どうぞ、お二人分ができました。じゃあすいません、試食をさせていただきたいと思います。いただきます。これはね、ご飯もいいですけど、お酒もいいと思います。表面上はすごく色ついててね、なんか辛いかな濃いかなという感じしますけど、全然そんなことないです。キリッとしてて美味しいです。